疲れ様でございます。お疲れ様です。はい。芸人はまたやりたいとは思わないですか、ね。まあ勉強はいずれにせよ続けるつもりなので、まあどういう勉強になるかわからないですけど、うんうん、やるっていうやばいやつ。50回ぐらい一日覚える。そこでちょっとこのチンと。はい。クラッチさせてます。知ってるの？はい。何飲みますか。お疲れ様でございまして。すいません。ありがとうございます。シャンパンはおかしいか。シャンパンはちょっとアーサヒプレミアム生でいいですか。はい。はい。もちろんいいですよ。アーサヒのプレミアム生鉄板焼き屋さんで。はい。鉄板焼きに連れてきていただきました。1年の休暇、休暇？休暇じゃないか。カメラ待ってから。好きに食べてください。ありがとうございます。鉄板焼きというか、僕なんてリクエストしたんでしたっけ。ビフテキ。ビフテキだ。そう、ビフテキって言われて、ビフテキって昭和の言葉だと思いながら、ビーフステーキってことですね。あれそしたら、鉄板焼きというちょっと高級感漂うと、連れてきていただきました。はずきに聞いたら、いや、使ったことないですよ、ビフテキって。俺もビフテキって。そう。ジェネレーションギャップですか。使ったことないわ、と思って。僕、初めてビフテキっていう言葉を知ったのは、昔、小学生の頃に、なんかずっこけ3人組みたいな、はいはいはい、あれでなんかビフテキが贅沢みたいなのが出てきて、そこで知ったぐらいなんで、僕よりちょっと上の世代の人が使う言葉、博士とかのやつですね。あ、そうそうそう、ずっこけ3人組、モーちゃんじゃないですか。あ、モーちゃんみたいに言ってました、ね、なんか太ってるのとやんちゃなのと博士みたいなやつですね。そうです。これ多分漫画4コマ漫画、フリテンくんとか、あ、刈り上げくんとか、ああいうのが家にあって、それで確か書いてあった気がしますね、はい、やっぱその世代の贅沢って言ったらビフテキなんだ。何だろう、行動経済成長期、成長期、成長期、成長期の後か、70年代とか80年代とか。お疲れ様でございます。お疲れ様です。はい。発表後はどうして過ごしてる。発表後は、まあ、めちゃくちゃ落ち込みましたね。ああっていう、まあでもその後は、うん、何したかな、発表後は普通に家にいて、ちょっと寝て、夜起きて、まあ落ち込んで、うん、まあ、次の日、食事に行ったかなと。おうおう、はい、で、また一回落ち込んで。また落ち込んだんですね。はい、落ち込みましたね。結構落ち込みましたね。まあ、人生でも何本の指に入るかぐらい。あ、そうです、はい。まあ、去年とか落ちてますけど、うん、今年の方がきつかったな。まあ、一時的な落ち込みはなんかすごいありましたね。なるほど、はい。バイトは続けてるんですか。あ、バイトは今日もやってきましたね。バイト朝だけなんで。うん、バイト先で言われたりしないんですか。いや、僕のことはバレてないはず。ただ受験してることは言っている、はいはいはい、おじさんの受験生でちょっと異様な雰囲気は出てるけど、あまり多く語ってないので、ちょっとみんなも触れづらい感じになってただ一応気づかせるのもあれなんで、うん、早めにちょっと受験を失敗してしまいましたみたいなことは言ってあるんですね。言いました。リアル弁蔵さんですって。いや、そこまでは言ってない。その後なんかいろいろ聞かれそうになったんですけど、ああ、どこ受けたのとかね。そこは聞かれなかったんですけど、この後どうするのみたいなこと聞かれたんですけど、うんうんうん、ちょっと濁しますちょっと今考えてますね。みんな気になってますからね。どうですか。いや、そうです、やっぱりコメントも、はい、そう多かったですね。どうするの、コメント、森出先生の動画でもコメントすごいいただいてありがとうございます、うん、今日はコースなんでいろいろ来ますんで。あ、コース、はい。まあ、僕自身は別に東大じゃなくてもいろいろ受験はできるんじゃないかっていうのはあると思うんでね。はい、まあ、ちょっとまだ決めてないところが正直なところです。うん、次第でもいいみたいな、はい、でも学費がな。そうですね、まあ、受験するかどうかっていうのもまだあれですし、うん、あとはそのまあまあお金を、うん、まあ、自立するためにちょっといろいろ考えていますけど、うん、お、そうなんですね、はい。まあ、それがうまくいくかわからないです、ね。船に乗って海外でやるんですかそれも一時期でかすぎっていう、ただちょっと制度年齢的とかいろいろ考えられる。本日の前菜でございます。キャビア乗ってる柿にいただきます。うん、上品だ、上品で高級だ多分。ま、これま、こんなちっちゃいのになんか、うん、肉ががっつりきます。あ、じゃあもうお金を稼ぐ方法ってことですね。そうですね、まずそこを、うん、しっかり稼ぎ、受け子とかですか。いえいえ、さすがにまだそのダークサイドってそっちには行かないようにしたいです行かないです、行かないようにしたいけど行かないです。なんか
フィリピンで逮捕されてましたから。ああ、なんか大学生が、そうそうそう、美大生、多摩美大でしたっけ。そうです、どっかのね、女の子が、若い女の子が捕まってましたよね、フィリピンで。うん、何がきっかけでそうなっちゃうのか。そうそう、うん、うまい。玉ねぎのムースみたいな。え、そうなんですか。玉ねぎって言ってましたよね。マジっすか。あ、言われたら玉ねぎっす。マジっすか。本当だ、食べたことない。牡蠣です。あ、牡蠣うめえ。うめえっすね。年に一度の贅沢ですよ。ありがとうございます。芸人はまたやりたいとは思わないですか。芸人はやらないっすね。もうそこはだから今芸人時代に知ってる人たちがテレビとか出てるから、うんうんうん、なんかそれを別に悔しいとかそういう思いじゃなくて、なるほど、楽しく見れちゃうのもあるし。芸人時代誰ですか。仲いいというか、まあ、うん、ウエストランドさんとか、あ、はいはい、一緒に出てたりとか、まあ、トム・ブラウンさんとかも。あ、トム・ブラウン、向こうは分かってないと思うけど、うん、一緒になってちょっと話お話しさせてもらったけど、まあ、結構同じ時期に東京でやってたりしたりした時もあったんで、爆売れですよ。でももう気持ち的にはもう切り替えてはいるんで、ああ、はい、大丈夫です。泣いたまま収集つかず、うん、終わった感じになってる。心配されてる方も確かに、はい、いると思うんですけど、案の定も鉄柄って ありましたね。企業案件やったりもしましたかね、うちのチャンネルでね。そうですね、そこもなんとか生活費の足しにっていうので、はい、あとはジャッジメントとか。そうですね、はい、そうですね、いろいろサポートしていただきまして。どうします、でも企業案件で、はい、もう今や坂上がいて、葉月がいて、ドラゴン細井がいますから。ドラゴン細井さんは案件奪われていっちゃいます。案件、あ、まあ、まあそこは森田先生が決めるところですので。そうですね、でまあ英語とかは続けていく、まあ、勉強はいずれにせよ続けるつもりなので、まあ、どういう勉強になるか分かるんですけど、うんうん、まあ、その中の一個に英語はしっかり、まあまあ喋れるようにとか、やっぱコミュニケーション取れるようにとか、そこに繋げないと。どういうこじつけなんですか。犯罪集団生活をね、大人は心配してますから。子供たちは全然分かってないですけど。まあそうですよね、大人は心配してます。大人っていうか、まあ親とかが一番心配してる。あ、そうなんですね。親も出ますか。じゃあギャン泣きして彼氏に浮気されたっていうの。なんすかそれ。ルイちゃんの動画です。お笑い芸人がルイの大バズした動画。浮気されてギャン泣きするみたいな。そうですね、両親にこう怒られるみたいな、なんかそういう。カンパチと生タコのカルパッチョサラダでございます。あんま食べたことないですけど、好きです。好きだった。刺身が好き。うんうんうん、ホリケンのカルパッチョバタメっていうギャグでしたね。それ結構マイナーじゃないですか。カルパッチョガタメシっていうのはなかなかマイナーなやつですよね。ボキャブラジオですか。もしかして持ってるとかな。うん、ネプチューンもオールナイトニッポン復活でやって、あ、そうなんですか。それで1回メール送って1回送ったやつが読まれました、はい、すごい。やっぱり自信あったんですか。これは読まれる、読まれるんじゃないかなと思ってダダ滑りしたんで、もう二度と送れ心が折れちゃった。一回送ってもう二度と。そこでもし受けてたらハガキ職人として。そうなってたかもしれない。森先生の人生さえも変わってたかもしれないですね。ホリケンさんに読んでもらえただけでも。うん、それはでかいですよね。思ってたですけど。一回で喜びと悲しみがなんか一気に襲ってくる。そうですそうです。うわ。読まれて嬉しいと思って。読まれた。まずそこで感動的ですよね。一発ですごいですね。競争率かなり高いんじゃないですか。相当高いと思います。オールナイトニッポンで読まれるのは。人気絶頂時代じゃないですか、だってネプチューンも。お笑いをそもそもそんな好きじゃなかったんで。なんで芸人になったんでしょうって。いや、もう自分と逆のことをやる。ああ、そういうこと、はい、だから僕がお笑い好きだったの、はい、オードリーさんですよ。あ、結構最近です。僕の世代にしてはマジめちゃくちゃ最近ですよ。すごい最近。それこそ、まあ、ラジオじゃないですけど、うん、オードリーさんのなんかチャット、うん、ギャオっていうやつで、うん、チャット番組みたいな、うん、もうそれで、ハガキ職員とかじゃなくて、うん、チャッターって言われたんですけど、チャットでこう大喜利書いてとかして、それで読まれたりして、快感になって始めた。そうだ。オードリーさんの、本当売れる前のギャオっていう番組だったんで、うん、昔お二人のブログが、うん、若林さんが泥団子日記っていう、なんか赤裸々に自分を書くというやつで、うん、春日さんは世界の果てまで行ってばーいっていうアメブロやってて、で当時なんか春日さんのブログコメント1000件行ったらどうのこうの、なんだっけな、青い空さんと一緒の番組でやってて、はいはい、春日さんのコメント1000件行ったらなんかっていうので、うん、
僕一人で800件ぐらいあのハンドルネーム変えて やるっていうやばいやつだ。かなりやばいやつ。オードリーのかけらもないわ全然ネタ。あ、筋肉あったわ。あ、でも春日さんも東大受験しますからそうだ確かに春日さんの超開放感ですからむつみそうみたいなとこ住んでたじゃないですか前でも。ああ、ありましたね。そうだ、前森天生来てもらったところはいかにもなんか東京の昭和のフォロアパートっていう。高円寺だったんですね。あれ高円寺、住所的に中野、中野駅から歩けますし、結構ねコメント来てましたからね、中野のここで見ましたみたいな、ね、中野の何々で見たとか結構来てたんででで一回だから掴まれたことあるんですよ。投資じゃねみたいな。それないですか。掴まれることはないですね。そういう、それはなんかそのそうですね、死んじゃないものスープ鼻を浮かべております。はい、先生が見つけたら、はい、じゃがいも感がやっぱ上品、全然違う。じゃがいもの感じが強めですね。引っ越してから大丈夫ですか。地元の駅では一回もないです。あとはもう模試受けている時とか。うんうん、ああ確かに、はい、東大模試だからなんかかなりの、うんうんうん、そうですね、それ知ってる人多いですやっぱドラゴンホリエ見てましたっていう人が確かに多い。あれ見てた時中学生だったのに自分が受験かってめちゃくちゃ複雑なんで落とされていた。そうですよね。バイトは増やすとか考えてるんですか。あ、全然増やす可能性もありますし、変える可能性もあるし。引っ越し事件っていうのは、あ、引っ越しありましたね。某引っ越し会社で働いた時、はい、アルバイトしてた時、うん、まあやっぱり体力もないですし、はい、仕事もまあできる方じゃないとは思って、うんうんうん、動きが鈍いところがあって、うん、でもなんか話の流れ上何ヶ月かやってた後に、まあ、それでもまあまあ一日バイトしたら結構怒られるんですよ。あ、はい、結構、まあ、36になってるんですけど50回ぐらい一日怒られるんですよ。36歳がですよ、なかなかないですよね。50回近く怒られるんですよ。さすがにそれまあまあ我慢して、うんうん、それは仕事できないし、うん、まあ、教えてもらう立場だからって言ったんですけど、うん、なんか自分の中ではいろいろ考えてそうしようみたいな、なんか言われてたんですけど言われたことやらなかったんですよ、こちらに言ったら。でもなんか自分の中ではいろいろ今なんかお客さんがいるからやめとこうみたいなとかいろいろこう思っててやらなかったんですけど、そしたらなんかお前さっき言っただろうみたいな感じで言われて使えねえなみたいなことで、そこでちょっと僕もプチンってきて、はい、その人に直接切れることはできなかったんですけど、ちょっと切れ気味で、なんすかこっちもちゃんとやってるんですけどねみたいな感じで言ったら、その人めっちゃ切れちゃって、ああみたいな、まあ、全然俺はもう手出してもいいんだぞみたいなことでガン詰めされて、なんかこう胸ぐらとかつくって、まあ、その後一回まあまあ仕事あるから落ち着いたんですけど、トラックの中でお前のことなんかいつでも消せるからって引っ越し屋がお前のこと消せるって言うんですね。まあまあ辞めさせるってことだったんですけど、いつでも辞めさせられるんだからなって、うん、とか言われたりとか、トラックの中でやっぱ身の上話とか移動中するんで、はい、なんかその時徐々になんか最初は言ってなかったんですけど、今東大目指してますみたいな話の流れで、まあ何回か入ったことある人やったことがあって、まあそうなんだみたいな感じですごい優しい、トラックの中で優しいんですけど、そのまあ現場行くとやっぱ職人さん気質が出るんで、なんか僕はちょっともたついたりして、それが重なった時に、おめえよ、まあ、東大目指して頭いいかもしんねえけどよ、バカなんだよって言われました。勉強はできるかもしれないけどバカなんだよって言われて、すごっ、それ殴り合いがあったんですね。僕は殴ってない、手は出してないです。大人が一触所轄状態になるっていうのが何回かありました。でちょっとまあ居づらくなったのもあって、ちょまあそっから行かなくなりましたけどね、まあ、ちょうど受験期間が重なったのもあるんですけど、出ましたから今年やってました。じゃあ雰囲気分かりますよね。分かりましたよ。高校生の時もやってたし大学生の時もやったんで、派遣でやってたからもういろんなとこやりましたよ。アートも鳩のマークも堺も、アートが一番かな。じゃあ結構やってたんですね。やりました。とにかく怖いって言われてて、でしたけど一番怖いんですよ、はい、よくやりましたね。一番厳しいんですよ。あ、そうなんですか。なんか僕のイメージだったらどこも変わんないのかなってイメージだったんですけど、全然一番厳しくて、お客側からすると一番いいんです。あ、きっちりしてるっていうか、もう一番仕事きっちり厳しいから、なんだ先に言っといてくれれば俺違うとこにしなさいって言ったのいや分かんなかったです。ああ、いやもう圧倒的に厳しいんですよ。そこに当たるともうやべえ今日は。単純に業務内容もめちゃブラックじゃないですか。そうです。普通に、まあ、日付超えることはギリギリあるかないかでしたけど、いやでも実際経験としては良かったというか、48時間働いた人もなんかいるとか言って、なんか知らないけど何も言われなくて、東京からかな、広島とかまで長距離で行って、そのまま
戻ってきたりとか、産業革命の時代産業革命です。アワビ来ましたよ。アワビは岩塩みたいな、そうですね、囲まれたアワビ。味あります。味はバターで、うん、こういう世界もあるんだっていう。加減いかがいたします。僕はミディアムで稼ぐことって大変ですよね。暮らしていく、まあまあ社会で暮らしていくことだと思いますって、僕のんきに言っちゃいやだ。一番実感しますね。当時は大変でしたから、ね、まあ、留学しなきゃいけなかったんで、あ、そのお金貯めるためにめちゃめちゃ働いてましたね。あ、でもだから生活水準全く上がってないんで、あ、それすごいというか、みんな上がっていくじゃないですか。そうそう、収入に合わせて、うん、僕は上げないんで、タワシさんへのプレゼントですけど、自分で来ることはないんですね。そうですよね。それがすごい。バーミヤンです、今日の昼ですね。今日の朝昼兼用はバーミヤン。僕とかとはあんま変わらないですもんね。そうなん、普通に何もなければ1日2食なんで、だから2回ウーバーイーツで食べられる。エンゲル係数限りなく、そうです、低い。エンゲル係数が高いのが、高いのか、高いのが職業。結構死がないとこだって言ったら、バカなんだよ。バカなんだよ。一回大学生の時家計簿つけた時、やっぱエンゲル係数めっちゃ高かったから。その頃何食べたんですか。松屋がほぼほぼ。ああ、でもその時期もありますよね。ありますよねっていうか、みんなそうじゃないと思うけど、僕も芸人時代ではそうでした。ウーバーで基本的に2食で2500円ぐらいが、だから僕の食費なんで。ああ、まあまあ収入にしたらむちゃくちゃ安いですよね。1ヶ月7万5000円あれば全然余裕で暮らせるんで、収入にしたそのエンゲル係数で言ったらだいぶ高いってことで、エンゲル係数で言ったら僕より高い、絶対間違いなく。エンゲル係数分かってます。エンゲル係数って収入に対する、違いますよ、消費支出に対する、あ、支出なんですか、支出に対する食費の割合です。これがエンゲル係数。やば、経済やばい。収入に対してはめっちゃ低い。これじゃあ東大落ちるわ。僕は1日働けば暮らせるんですよ、1ヶ月。やば。森田さん、欲は何があるんですか。まあ、アメリカで暮らすっていうことじゃないですか。それがやっぱ一番あるんですか。うん、そのためだったら、でも暮らせるは暮らせるんですか。ビザが大変ですから、やっぱアメリカは。ビザっていうのを、僕もそんなよく分かってないんですけど。メインじゃないですか。あっさりしてて。うんうんうん。好みになってくるって感じなんですよ。うまい、うまい、うまい、ビフテキ、うまい、うまいっすわ。ごちそうさまです。いやいや、ごちそうさま、とんでもない。食べ物で言ったらやっぱ肉ですか、一番。カレーです。庶民派っすね。葉月の合格祝いにあったの、葉月カレー食べたりしたんで。すいません。カレーなんだ。じゃあ二人で大好物食べて、うん。昨日もカレー食ったのになと思いながら。SD がいっぱいになってしまったんですね。上がっちゃったら戻せない、戻せないって言いますもんね。上がらないって。そうですよ、服にもお金を使わない、身につけるものも変わらない。物にはあんま使わないですけど、物に使うものってあるんですか。仕事のもの以外とか。仕事のものしかないですね。じゃあ本当に少ないです、まあ、その編集用に高いパソコンとか。ああ、なるほど。それだってズボン1パターンとか。でこの間チャックが壊れてしまって、今だから1パターンしかないからどうしようみたいな。え？ズボン 1着だけで。え？それで一番下にもさ。で、そうそう、だから困ってて、でジーンズ別の日、昨日は着ようと思って、今のこのズボン、うん、ベルトなしで着れるんですね。はいはいはい。でベルトどこに置いたか分かんなくて、昨日ジーンズで、あ、ベルトどこだよって思って落ちてきちゃうくないの。そうそうそう、ジーンズなんで、でも結局イヤホンをベルト代わりにしました。やばいです、やばいですって。ちょっと何してんだろう、どこ行ったんですかそれ。あそこ買っていってほしい。
まあ、何してんだろうって思いました。買えばいいな。やばいですってそんな。探すのもめんどくさい。買いに行くのもめんどくさい。どこでもいいからもう。で3日働けば家賃も含めて暮らせる。森先生の周りのお金持ちの方、そんな森先生以上に物欲なかったりとかお金使わない人っていい。ああでもイングリッシュお猿とか。まあ、ちょっといい服になってたけど、この間。でも全然電車移動だし。派手な人いっぱいいますもんね。他の派手な人。バ、うん、ーッと使うとは大変だと思う。飲みに行くっていう時は平さんに出してもらうから。そうなんですか。お酒は好きなんですか、ね、別に。本当に。仕事とか今やってる自分が今やりたいと思うこと以外は、うん、興味ないのに近い。YouTube、Netflix あれば全然話しちゃいますね。ああ、Netflix とかはお好きなんですか。そうね、インタビューしてる側がずっと撮られてるみたいになってる。確かにこれ使われんのかな。変な動画。インタビューしてる側のやつ。ああ、デザートクリームで皿止めてるのすげえ贅沢。え、何この発想。どれが美味しかったですかね、うん、今日の。いや、やっぱり肉と肉の後に出たアサリのガーリックです。わかりやすいですよね。僕これですこれ。最後にえ、これですか、肉よりですか。肉よりまだ食べてないから、まあね、相当うまい可能性が。カードラゲッジこれ何でしたっけ。じゃなくて何でしたっけ。タップンでしたっけ。いや、もう最悪だね。最悪な発言じゃないですか。しまったよ。しまったね。ティラミスではないです。あ、濃い濃いです。確か美味しいです。確かにめっちゃうまい。あ、めっちゃ、確かめっちゃうまいです。これめっちゃうまいです、うん。制作費でどれくらい、はい、ああ、なるほど。2回目も出ましょう。この方ですって言って。もう1回受験させてください。第1回、第2回買わせてください。もうすぐベテランちゃう。最後って言ったやないか。でも司会の人どう。上村さん、もうそれ最後って言って最後なんですよ。番組の方向性のことは何もコントに人間近い感じの番組になっちゃう。そういうとおり。壮大な茶番でした。茶番さんが終わった後に出たじゃないですか。芸人さんが東海を受かったじゃないですか。あ、倉田さんですか。文理の、はいはい、知ってるんですか倉田さんって。あ、倉田さん知ってます。あ、知ってるんですね、はい、いや、経典塾です。あ、そうなんですか、はい、そうですね、通ってました。あ、な、同じ、じゃあ面識あったんですね。面識あります。うん、だから複雑っちゃ複雑ですけど、うん、賢い人だったんですか。いや、当初は多分僕より成績とか、うん、完全に抜かれた。抜かれた。すごかった。それだけ福田さんが頑張った。いや、すごいと思いますね、単純に。メッセージ送ったりしなかった。あ、メッセージおめでとうございます。あ、送ったんですね。はい、送りました。はい、ザマーってきました。さすがにそれもう大人ですから。大人だし、まあ、そういう感じもないでしょうし、うん、そう、はい、いや、普通にありがとうみたいな。そうそうそう、うん、普通に。いや、その前に普通に付き合いとかって、まあ、普通に飲み行ったりとか、うん、あ、そうだね、はい、